週は豊見城市マダン橋の物件をご紹介します。早速物件をご紹介したいと思います。株式会社リュービー不動産の島袋さんです。はい、豊見城市マダン橋の人気エリアで駐車スペース4台、公園も近く、住み心地の良さにこだわった戸建て住宅を紹介します。豊見城市マダン橋、長く住めるための条件が数多く揃ったこちらの物件、三方角地なので光が全体的に入り明るく開放的、さまざまな設備も標準装備なので住み心地抜群です。今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが島袋さん、おすすめのグーポイント教えてください。はい、21畳あるリビングダイニングに使いやすいシステムキッチンには食洗機が標準装備です。さらにガス衣類乾燥機もついているので快適な暮らしができるところがグーなんです。これ座ってるだけで全部の家事が終わるよ。ハッとしてグー。さあ続いてはこちらへどうぞ。はい、家事動線もスムーズ、ゴミ出し楽々の勝手口がグーなんです。はい、この勝手口上等よ。ゴミ出し行った後すぐお風呂に入れる。ハッとしてグー。さあ続いては、はい、認定低炭素住宅なので二酸化炭素の排出を抑えた環境に優しい住宅で、税制優遇や住宅ローンの金利優遇など様々なメリットがあるところがグーなんです。え、住んでるだけで地球にもお財布にも優しいんですね。上等。ハッとしてグー。もこさん、こちらの物件いかがでしたか。はい、もう一歩お家に入ったら外に出たくなくなるぐらい長く住みたくなるお家だなと思いました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。グーナヤーをお探しのあなた、ご希望の条件をこちらまでお送りください、うん、この物件グーッと来たれ。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来週もお楽しみに。